さあ、今日は2020年の令和2年10月12日の月曜日になります。妙見チャンネル、妙見です。そしてライダー、男の名は仮面ライダー、アノニマスです。はい、というわけで今日は何の日だ。まあ今日も相変わらず食い物でございますよ。飲んでるかな。豆乳の日です。東京都千代田区2番町に事務所を置き、豆乳についての広報活動や豆乳資格検定試験などを実施している、日本豆乳協会が2008年の平成20年に制定したものですと。検定なんてあるんだ、豆乳に。ね、全然知らなかった。日付は10月は国民の祝日の体育の日もあり、健康や体のケアに気をつけることから、12は10と2に分けて豆乳と、まあ分かんないでもないかなと読む語呂合わせから、豆乳を飲み続けることで体の中から美しさを引き出してもらい、豆乳市場の活性化を図ることが目的と。記念日は一般社団法人日本記念日協会により認定登録されております。というわけで今日10月12日誕生日の有名人、この人は俺らより年上40代中間以上だったら多分みんなおって思うんじゃないかな。特に男性、中山律子さんという方、元プロボウリングのプロボウラーなんだけど、女性の群馬県生まれの鹿児島育ちらしいですね。女子プロ第1期生で通算タイトル33勝の A 級シード権を持つ人らしいですね。公認パーフェクトが2回あると。試合でパーフェクト2回ってすごいな。そうね、今日10月12日誕生日の歴史上人物、ですね、知らないんですわ。松本秀彦さんという方です。そうですか。日本のテナーサックス奏者の方で、ニックネームはスリーピー松本っていうらしい。わかんないですというわけで次、10月12日誕生日のアニメ漫画キャラクター、ガンダムシードとガンダムシードディスティニーから、マリュー・ラミアス、はいはいはい、女性の司令官、司令官、はい、船長、艦長、艦長だね。ガンダムをそんなに見てないからあれだけど、まああれ、ファーストのリメイクって考えていいの？違うね。そうなの？違う。なんか周りの人たちは、使い回しばっかでなーみたいなこと言ってたから、正直どうなんだろうみたいには思ってたんだけど、まあ見たけどさ、一応どっちも。というわけで今日10月12日誕生日の方、おめでとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。